変わってません。こんにちは、メテナイのしのです。あたしです。今回の動画は皆さんしののみんなから染めた動画を見ていただけたのでしょうか。なんとミルクティー色だったのが金髪に色落ちしちゃいました。こんな感じ。はい、こんな感じの金髪になっちゃいました。実際3日ぐらいでミルクティー色の色は落ちてましたけど、ということで夏休みということでもうちょっと髪の毛で遊びたいので、じゃじゃん、今回はこちらです。カラーシャンプーのピンクを買ってもらいました。で、説明書を読むと、髪は十分に濡らしてから適量を髪全体につけ、優しく泡を立てた後数分放置してよくすすいでくださいだそうです。例えばこの金髪の色がこのピンク色になるそうです。ということで私は全体をピンクにするのではなく、ここの金髪の部分だけをピンクに染めていきたいと思います。ママも私もちょっと初めてなのですごく今ドキドキしてます。で、ちょっとうまくできるかわかんないんですけど、今からそんな不安な動画を撮っていきたいと思います。でもまずよろしくお願いします。それではまずここの部分をよく濡らしていきたいと思います。すごいんだけどシャンプーなんだよね、うん、ピンクピンク、うわ、あ、でもいい匂いする。ね、水と追加すればいいよね。はい、という感じでこのままでちょっと数分置きたいと思います。ちょっと今日は8月4日なんですけど、最近あった夏休みの思い出をお話ししていこうかと思います。つい最近に熱海に行ったんですけど、いとことようちゃんとじっちと行ったんですけども、そのホテルの夜ご飯がすごく美味しくて、なんかエビで、生エビでこうやって皮取って食べるんですけど、すごくそれプリプリで美味しかったです。そして朝で一番食べたのはオクラで、ほんと3回ぐらい結構大量で結構おかわりしてるんで、大量っていうかっていう感じの熱海のホテルのご飯でした。で、1日目は遊覧船に乗ってカモメに船を乗りながら餌あげました。カッパエビ船、あれ手がもう渋だらけになって結構すごかったですね。ポーンって投げるとホルッて取ってくれるので、なんかすごいなって思いました。と、結構外は本当暑かったんですけど、船が動いてることで風が来てすごく気持ちかったです。で、泊まったホテルにはゲームセンターもあって、そこでメダルゲームしたりとか、あと卓球したり、結構いろんなことして楽しかったです。で、2日目は朝早起きしてママとゆうちゃんと一緒に朝風呂入りました。露天風呂だよね。うん、気持ちかったよね。で、その次は朝ごはん食べてから海に行って、アイシャドウチャポンとつけたり、いとこたちは一緒に泳いでて、泳いでるっていうか、ついてたよね。でもあれだよね、1日目行った日の夕方はそのホテルにプールが、うん、ね、室内プールがついてるので、室内プールでも泳いでるよね。そのね、平泳ぎ、そう、平泳ぎしたり、あと久しぶりに泳いだからすごく気持ちくて、だからちょっと平泳ぎとかしちゃいました。サマーランドに行きたいな、ピューラルランドも行きたいな、サンリオピューラルランド。はい、手を取ります。ポン、では早速流してみます。はい、ちょっとこんな感じですが、ちょっとあんまよくわかりません。ということで一回乾かしてもらいます。はい、こんな感じなんですけど変わってません。ということで濡れてない髪にこれをつけてやっていきたいと思います。ではこれぐらいいきますよ。はい、だから先生はあれかな、乾いた髪にやった方がいいかな。では今からサランラップを置きます。で、なんかいい感じな気がする、ね、確かになんか説明書もあってんだろうけど、先生が教えてくれた方がちょっとやりやすいかも。やりやすいかも。じゃあ次反対。はい、お願いします、はい、お願いします。
はい、ちょっとこれでまた数分待ちます。はい、じゃじゃん、しのです。今結構時間経ちました。そしてなんと今お腹が空きすぎてたので、ブヨツにかき氷食べました。いい感じなんじゃないかな。いい感じに、ちょっとピンクになってない？次お、でも今ちょっとピンクなんじゃない？うん、ちょっと洗っていてもいい？うん、いい感じかも。洗ってみます。では乾かします。はい、こんな感じに乾かせました。ちょっとピンクっていうよりはオレンジ色っぽい感じなんですけど、金髪っぽい色はなくなったので、いい感じに成功したと思います。おー、すごい綺麗に入ってる色が。すごいよね。うん、いいんじゃない。でまた多分これが数日してくると色がそう戻ってくると思うので、ということで今回の動画はしのが初めてのカラーシャンプーで染めてみたという動画でした。個人的な意見でね、小学生で染めるのは早いっていう方もいると思いますし、もちろんママもね早いなと思うんですけど、その学校が始まってからはね、ママはちゃんとあの黒く元通りにして学校には行ってもらおうと思ってますので、今だけなのでね、楽しんでください。初カラーシャンプー以上で動画を終わりたいと思います。インスタ、TikTok、LINE 文もやっているので、そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。